everything I can to read Let's do it バシヒデミュージック&カルチャー新年明けましておめでとうございます。新年一発目のね動画ですね。はい、今1月の今日は4日で、まあ僕もねあまり新年とかね関係のない職業についてますんで、もう仕事はね2日から1日だけ休みで2日3日とね、あと4日も朝まで仕事をしてまして、で今日はね明け晩だったんで仕事がね、帰ってきてね午前中に終わって、まあ お休みで今ね湘南の藤沢に来ております。でどうして藤沢に来ているのかというとですね、今日はですねこちらですね、このアシャンクスさん、ちょっと外ね結構騒音がすると思うんですけど、アシャンクスさんの電動スライダーをね紹介していこうと思います。で電動スライダーを、紹介するにあたり、夕焼けのねタイムラプスをちょっと撮ろうかなと思ってまして、でこの電動スライダーはタイムラプスともね、タイムラプス撮影とも連動して動く仕様になってます。なのでね今日はタイムラプス撮影をね、せっかく海近いんで海にね撮りに行こうと思って撮りに来ました。ちょっとうまくね設定できるかどうかわかんないんですけど、まあやってみようかなと思ってます。はい、なので今日はねこちらパナソニックの GX8 もね首にぶら下げてね小田急線に乗って来たんですけどもね。はい、で今日はタイムラプスを撮って、でこのね電動スライダーがどういったものなのかとか、あと設定の仕方とか、あと取り付けのねやり方、セッティングのやり方とかはまた僕のね部屋に帰ってから説明しようかなと思ってます。なので今からタイムラプス撮影をするところをねちょっとご覧いただこうかなと思ってます。で最後にね、まあ途中になるか最後になるかわかんないですけど、撮れたねタイムラプスの映像を流そうと思ってます。それでは行ってみましょう。はい、今ね電動スライダーとカメラのね設定が終わりまして、でタイムラプス撮影が始まったんですけども、設定はねこのアシャンクスの電動スライダーと、まあ、スマートフォンのアプリでね、連動させるんですけども、そのスマートフォンのアプリの方の説明は後ほどね、部屋に帰ってから説明しようかなと思ってます。ちょっとねもうちょっと設定をねまっすぐにすればよかったなと今後悔してるんですけども、はい、すいません。まあ何かしらタイムラプス撮れてるんじゃないかなとは思います。はい、でこういった形でねタイムラプス撮影ともこのスライダーは連動して、使えますよっていうことをお伝えしたかった。はい、で動きのあるねこうタイムラプス撮影が撮れるっていう形ですね。あとは星空タイムラプスとかそういったことに使えるのかなというふうに思います。はい、今ね、タイムラプス撮影が終わりまして、ね、このシャンクスさんのね、スライダーも片付けてこれから帰ります。はい、なかなかね、いいタイムラプス撮影ができたんじゃないかなというふうに思いますので、帰ってからねこれ編集したり、あとはね、この先ほども言いましたけども、このスライダーのね使い方とかを説明しようかなというふうに思います。それでは後ほど。バシヒデ。はい、というわけでございまして、江ノ島のね方から自分の部屋の方にね戻ってまいりまして、こちらです、アーシャンクスさんのね電動スライダーの、使い方、それからね、商品の紹介の方をしていきたいと思います。僕がね今回購入したのは C300 の80センチというねタイプのものです。他にはですね C300 の120センチ、それからですね C400 の80センチ、120センチというねモデルが出ております。僕が今回使っているのは C300 の80センチですね。でこのね、はい、そしてケース付きなんですけども、このケースをね開けるとですね、中に入っているのがまずは本体が入ってます。はい、でこの本体がですね、なんかカーボン素材っていうんですかね、カーボン素材とアルミ合金かなでできているもので、この辺がアルミ合金で、この辺がねカーボン素材なのかな。非常にね軽くて丈夫です。はい、軽くて丈夫な
作りになってますね。だいたいそうだな、2キロから5キロはないね、2キロから3キロぐらいですね。ちょっと正確に測ったわけではないのでわかんないんですけども、非常に軽いです。女性の方でも簡単に取り扱うことができるぐらいの重さですね。はい、まずねこの本体が入ってます。で本体以外にこのねモーターですね、モーターが入ってます。でそれからモーターを動かすためのこれバッテリーですね、バッテリーです。充電アダプターが入ってます。それからケーブル類が入ってます。でね、このケーブル一体何に使うんですかっていう話なんだけど、最初僕もちょっと分かんなかったんですけど、これは各ねカメラメーカーに対応しているケーブルで、例えばパナソニックとかソニーですとか、これ今適当に言ってるんです、これがソニーではないですけど、ソニーとか、まあ各ねあのメーカーに対応したケーブルが入ってるんですね。でこれは先ほど僕がねあの海で行っていたタイムラプス撮影をするときに必要なケーブルになります。スライダーとですねカメラをくっつけて、でお互いをねこうリンクさせて連動してね、使うというもの、まあカメラのシャッターと、この連動でねこう動いていく、連動させるためのねケーブルです。はい、一応ねこのケーブルがなくても Bluetooth 接続されるので、一応ねまあケーブルがなくても動かすことはできます。基本は Bluetooth で、繋いで使うものだと思ってください。ただタイムラプスをするときにね、よりね良い連動をさせるためにはこのケーブルが必要ですよといった形になります。であとねこのビストですね、そのビスをね止めるこの六角のねドライバーというか六角が入ってます。はい、こういったものがね中に入っています。それからですね、こういったね、用紙が入ってるんですけども、この用紙は何かというと、これアプリのね、バーコードが入ってます。はい。携帯のね、スマートフォンのアプリと連動させて使うものなんですけども、このね、バーコードが入ってます。Android、iOS、対応してます。はい。それから、こういったね、説明書もあって、説明書もね、日本語で、これね、メイドインチャイナなんですけども、親切にね、日本語でこのように、書いてくれてますので、これをね見ながら設定すれば、設定はできると思います。ただねこういったセッティングとかがね苦手な方っていうのもいらっしゃると思うので、僕が簡単にね今回この動画の方で説明していこうかなというふうに思います。はい、まずねセッティングするにあたりですね、こちらこのね横の部分にこのように台座にね、なるものがあるので、これをね、まずはこのように立てます。はい、こっち側もね、このように。基本はですね、まあ三脚にね、つけて使うものかなというふうにも思うんですけども、まあ三脚にね、置かなくてもこのようなね、台座になるようなものがあるので、これでね、支えて、地面に置いて安定させるというね、形ですね。はい、今ねこのような形で足を立ててですね、まあ、台座ってさっきから言ってましたけど、ね、足を立ててこの4脚の足でねこんな感じで立っております。では取り付けをやっていきます。先ほどね紹介するの忘れちゃったんですけども、中にはねこのベルトの部分、モーターとね噛み合って動く、ね、ベルトの部分ですね、これが入ってますので、まずはねまあ、人によってやり方違うと思うんですけども、僕はこのやり方がやりやすいかなっていうやり方でやってるんですけども、まずはこのねベルトの部分を固定します。でこのベルトは左右あって、今もうすでにねこっち側ちょっと止めてるんですけども、この部分動く方と動かない方があります、ね、ここでこの緩さをね調節できるんですけども、この動かない方の部分をまずはこのねスライダーのボディに固定します。こっち側ねこのビスが動かない方ですね、はい、いいですか。そうするとスライダー落ちた、こんな形に、ね、なりますね。はい、そうしたらですね次、はい、ね、ベルトというかこのね、まあ、自転車でいうところのチェーンですよね。はい、これこっち側を今固定しましょうって言ったんで固定しました。今逆さになってたのも表向きにした状態です。
ね。でこっち側は止まってない状態。したらですね、次モーターを取り付けていくんですけども、モーターを取り付ける場所はこの部分になります。ここですね。ここにちょっとくぼみがあるので、このくぼみにモーターを取り付けるんですが、モーターを取り付けるためのネジがねここにあるので、これを外します。でこのようにね、アッシャンクスって書いてあるこのモーターをこういった感じで取り付けます。固定しちゃいます。はい、いいですか。固定しました。それは次です。取り付けたらまたね、逆さまにした状態です。裏返しにした状態で、このね、まあ、ベルト、まあ、自転車でいうとこのチェーンですよね。これとモーターをね取り付ける、まあ、絡ませていくわけなんですけども、ここにねローラーがついてます。で真ん中にねギザギザの部分があるので、そのギザギザとこのベルトのねギザギザを合わせてあげるんですけども、取り付けるときに、ひらがなのひというね、ひらがなのひという字ありますね。そういったような形にしてあげて取り付けます。まずはこのギザギザとギザギザを合わせますね。でこのローラーにですね、こういった形になりますね。わかりますかね。まあ、ひらがなのひっていうふうに覚えておいていただければいいかなと思います。ベルトをモーターにかけたらですね、もう片方のこの部分をですねビス止めしていきます。はい、で六角のビスで止めて、でここのね緩みの部分はこのようにね調節することができますので、これで締めてあげます。ある程度ね、そんなきつすぎず緩すぎずっていった形ですね。はい、こんな形で取り付けることができました。取り付ける前に言うの忘れちゃったんですけども、この長さね、長さの調整もできます。これまずこう裏返しにしてもらうと、ここにまた六角があるので、この六角でねこのね長さの調整はしてください。でここの長さの調整一回ねしてしまえば ほぼほぼ動かすことはないと思いますので、まあ、購入したばかりの時はね、このねもうワンサイズちっちゃい六角で、ね、この長さの調整を行ってください。はい、このようにね取り付けることができました。でここの真ん中にある棒なんですけども、これ動かすことできます。でここにねビスがあるので、これを緩めることによってこの真ん中のね棒がこう斜めにねなるんですけども、これはスライダーがね、これレールの電車のねレールのようなものですかね。ちょっとスライダーのね動きがちょっとこれで変わりますんで、これを調節ねするのもなかなかね、カメラの動き方が変わっていきますから、この調節もねしてみるとかなり面白い絵が撮れます。とりあえず今はねまっすぐにしておきます。これでねあとはアプリと連動させればスライダーは動くんですけども、まずカメラを載せたいんですよね。でカメラを載せる際に一つ注意したいのは、ここのねビスがね8分の3のサイズなんですね。なので大抵ね今市販で売ってるカメラっていうのはこのビス穴4分の1っていうサイズ、まあ規格でね大体決まってると思うんで、このままだとこれは閉めることができません。なので、まあ、変換のねアダプターのネジを購入する、もしくはですねこの運台ですね、運台、僕は運台を、使用することをおすすめします。僕はねこういったメーカーのね、運台を使ってるので、このようなね運台を使うことをおすすめします。ここのサイズは8分の3のサイズになってます。ではねこれを取り付けていきます。はい、設定ができましたので、ちょっとバッテリーをねこのように差し込んでみます。バッテリーを差し込んだらですね、この電源ボタンを一回押します。そうするとねここ赤くね、今わかりますか、これカメラだと映んないかな、赤く点滅状態になりますので、ここがね光るんですよ。はい、そうしましたらねこのスムーススライダーというねアプリを立ち上げます。はい、こういったね画面が出てきました。これで設定になるんですけども、これがね結構みんな分かりにくいかなっていう人が多いんではないかと思うんですが、まずねアプリを立ち上げると A ポイント、まあポイント A
ポイント B っていうのが出てきます。これでね、ポイントを決めるわけです。はい。そしたら A ポイントをどこにしようかなっていうことで、まずは A ポイントをね、このように長押しします。で、ポイントこの辺にしようって決めたら Yes。さあ次 B ポイントですね。ポイント B、反対側。はい、このようにしましょう。じゃあこの辺にしようかなと。はい、ポンと Yes。これでもう設定終わり。で、あとはこのスピードっていうのは、まあ速さですよね。この動く速さ。100だったらもう結構速くなります。50だったら 50%。で、これをどっちに動かしたいか。A から B なのか、B から A なのか。じゃあ B から A にしてみましょうか。はい。B から A なので、今 A ポイントにね、戻ってます。もうちょい早く戻しましょうか。はい、戻りました。はい、今 B から A にね、このようにスライドしてますね。これでスライダーとしてのね、役割を果たしているわけです。で、今 B 地点に戻ったので、今度また A に戻ってます。これ永遠とね、何もしなければループしていきます。はい。で、このソフトスタートなんていうね、ボタンもあるんですけども、これを押すと、ちょっとね、ゆっくりめにスタートしますね。はい。まあ、ブレ防止ですね。ソフトスタートというね、ボタンもあります。はい、今ね、インターバル撮影、タイムラプス撮影の設定を行っております。間隔は3秒でシャッターを切ってるんですけども、こちらですね。こちらで、設定をしてます。はい、アプリの方のね、設定で、タイムラプスの設定なんですけども、ディレイ、ポツ、ストップタイム、ムーブスピードっていうね、4つのね、部分を調整するんですけども、まずディレイというのがですね、シャッターが押されてモーターが動くまでの時間をディレイと言います。で、ポツっていうのは枚数ですね。そのインターバル撮影に必要な自分が設定した枚数を設定します。で、ストップタイムっていうのはモーターが止まって次にシャッターが押されるまでの時間をストップタイムというふうに言うそうです。で、ムーブスピードはこのモーターの動く速度ですね。はい。この4つをね、まず設定するんですけども、今回僕が江ノ島の方でね、タイムラプス撮影をした時は、ディレイを3秒、ポツを500、ストップタイムを3秒というね、設定。で、ムーブスピードを 50% っていうね、設定にして撮ってみました。はい。それではね、その撮ってきた模様をね、一度ご覧いただきましょう。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。なかなかね、タイムラプス撮影とかあんま僕やったことないんですけども、なかなかいい絵が撮れたかなというふうに思います、僕なりにね。はい。で、たまたまね、今日はね、まあこんなね、まあコロナのシーズンでね、緊急事態宣言が出るだの出ないだのっていう話をしているところで、大変ね、あれなんですけども、ちゃんとね、マスクをしてね、撮影の方に挑んだわけなんですが、割とね、今日は天気が良かったっていうこともあり、浜辺にね、まあまあ人は出てましたね。はい。で、ね、陣取りもね、そんな自由な場所っていうのは取れなかったんで、空いてるね、場所でこう、そっと静かにやってたんですけども、スライダーのおかげでですね、ちょうど太陽、沈む太陽に中心を合わせてスライダーを動かしたところ、こう動いてって、ちょうどね、終わりかけのところで富士山がパンってね、こう入ってくれたんで、おーラッキーと思ってね、狙ったわけじゃないんですよ、あれね。はい。結構ね、人もわさわさいたんでね、こう僕も慣れない作業をしてたので、なかなかね、こう狙って撮るっていうのは難しかったんですけども、はい、非常にね、いい絵が撮れたかなというふうに思います。それもね、このアシャンクスの電動スライダーのおかげかなというふうに思ってます。はい。非常にね、いい絵がね、撮れるマシンだなという感想でございます。で、ね、ホームページというか Amazon のね、ページなども
見ると説明が載ってるんですけども、星空タイムラプスにもね非常に有効的に使えるということでね、星空タイムラプスにもね、僕も今後挑戦してみようかなというふうにも思ってるんですね。はい。普通ねタイムラプス撮影っていうとね、あの三脚に固定して固定した部分だけねこうタイムラプスしていくっていうね形なんですけども、こうなんていうこういうね動きがあるタイムラプス撮影っていうのもねなんか面白いなっていうふうに感じました。はい。なので、ね、今後もねなんかいろんなね、場所に行ってね、早くねコロナがね収まってくれるのをね願いつつ、いろんな場所にね収まった暁にはねいろんな場所に行って綺麗な画像やら動画やらタイムラプスやら撮りたいなというふうに思ってます。はい。こちらのアシャンクスの C300 の80センチというタイプなんですけれども、こちらは今現在 Amazon で 35,999 円で売られてますね。はい。お値段的にはねまあそんな、まあ 35,000 円なので、まあ、安くはないけれども高くはないといったところの価格設定かなというふうにも思うんですけども、まあ、お値段同等以上のね、威力は発揮してくれてるかなというふうに思います。あとはね、どんだけ持ちがね、どんだけね、まあ、使用頻度にもよると思うんですけども、毎日毎日使ってどんぐらい持つのかとか、そういったところもね、気になるポイントかなというふうにも思います。はい。で、ただ一点、まあ、注文というかね、アシャンクスさんの方に注文的なことを言うんであれば、ちょっとねこの予備のねビスがついていたら嬉しかったかなというふうに思います。あとこのねベルトですね、このベルトの部分もあのもし切れちゃった場合は、別途これだけ購入することができるのかとか、その辺はねちょっと僕も今わからないところなので、そういったアフターケア的なねところはね、どうなのかなっていうところはあります。はい。その辺ぐらいですかね、まあ、心配な点というか、それ以外はね本当にねもう作りもいいし軽いしね、もうめちゃくちゃかっこいい絵が撮れるんで、はい、もう非常に気に入っております。ぜひぜひ皆さんね、購入してみてはいかがでしょうか。購入のねリンク先は僕の、この YouTube の概要欄の方に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということでね、今日はねアシャンクスの電動スライダーの方を紹介させていただきました。またね、オリオン見てね、電動スライダー使った映像をお見せするとは思いますけども、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。